宮崎にやってきました。あれが灯台ですね。で、ちょっと風が強くて雨もパラパラと降ってきました。早めに観光して帰りましょう。ここは家畜放牧場です。ペットを出すと危険です。いや、最果て感が半端ないですね。お墓みたいなのがありますよ。見学一時休止中ですね。はい、灯台見れないみたいです。強風のため一時休止中です。周りを見学するのは自由だそうです。はい、この灯台は明治9年にブラントンによって建設された二重のレンガ壁による複層構造の灯台だそうです。で、これが再現したやつですね。日本の灯台50銭だそうですよ。あそこはなかなかワイルドですね。今日は北海道見えてないですね。帽子飛ばされそう。あ、ハマナスが咲いてるよ。いや、最果て、この最果て感すごいね。海めちゃめちゃ綺麗だし、はるばる来たって感じやね。あー、寒いから早く戻りましょう。今日はちょっと風が強すぎた。おばあもむしろその初出でちょうどよかったんじゃない？そうやろ。おばあ薄手のジャケット忘れてきたそうで、厚手のジャケット着て怒っています。自分で自分に怒っています。子供です。青森県知事山崎岩尾、本州最果て地尻屋崎。はい、最果てオーバーをやっています。いいです。最果てまで来ました。行くか。はい、ここに石碑がありました。これは何でしょうか。なんかの事業の記念碑文がありますけど、半世時代我が尻屋崎部落はなんとかかんとかとか言って書いてます。すいません、よく読めません。あ、サボの、はい、はい、これは鳴海先生の
検証、消毒費ですね。はい、あ、こっちに書いてたのね、サボーリン記念の日だそうです。はい、こんな感じでした。あそこまで車で行けるみたいですね。はい、車まで戻ってきました。あ、やってないわ。はい、ここまでで696メートルでした。12分かかりました。はい、寒いです。あ、では先に進みます。馬がいます。